完全初心者でラテアートしようとするっていうのはすげえのかな、管理に。おいしい牛乳は俺が愛用してる牛乳だよ。いいですね。最初にこっち入れとくか。ボタンも取っ手付き、やっぱ持ちやすそうだな。いいですね。おお、なんかすげえかっこいいアイテムが全部声入ってるや、考えてみた。まあいいや、全然声は入っていいや。ちょっとこれ置いといて、作品作るわけじゃねえし。で、あ、測るってこと、ミルクの温度。そう、さすが。どうなの、美味しそうやな牛乳。詳しい人が近くにいてよかった。なんか一個やっぱマシンあるとかっこいいね。これがカチカチっていう音なのかな。あ、キレキレって音。あ、はい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 。これがさっきのインストがくるくるしてる。大体50。なるほどね。あ、はい。これみたいにブーブーってなるとなるほど、ダメなんですよ。そういうことか。そう、で、これでできて、で、さっき言ってたのがこのフォームになっちゃってるから、これがあるとこの泡立ちがフォームってこと。そう、これがあるとあのもっさりしちゃうっていうから、これを取るとうんうんいうふうにおっしゃってましたね。なるほどね。なんか数百円で買えるコーヒーとかラテってありがたいんだなって思うね、こういうのを見ると。うん、結構出るんだね、そうやって見ると。でしょ。だからさ、これがあるとさ、半分ぐらいマッサージしちゃうからさ、行ってやりましょう。これで、はいはいはい、
先生先生あの綺麗な球体ができておりますよいかがでしょうか。あ、でも味はうまいでしょ。うまい、超うまいまあ見た目はね、そうあるとテンション上がるけど味ですから。うまいでしょ。そう、味は自信あるよ、ちゃんと作ってる。あ、めっちゃうまいじゃんえ、家でこれ入れてんの、うん、楽しいね。俺買おっかな、マシン。あ、これはいい。あ、俺やっぱラテ好きだな。うまいっしょ。あ、うまい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 。ちなみにこれちょっと上に乗っけてみていい？どんな感じになるんだろう。いや、もちろん好きなだけ入れて。なんかやっぱちょっと別物だね。うん、これフォーム完全にもうこうやってできちゃってるから。あ、これがもっさりしちゃうから入る。うまい。やべえな。あのラテアートの難しさを見たね。ちょっとやってみようかな。ラテアートはちょっと待ってね。ちょっと待って、うん、あ、でもあのまま使った方がいいんじゃない。もったいない。あのままだいたかいいよ。このままもう豆上から入れちゃっていいよ。もったいなくね。いい豆、うん、でも豆がうまいからこんだけうまいってのもあるか。全然ならんやん。あれ、これもう入れちゃった方がいいのかな、うん、ミルクの量を知るっていうのも大切ってこと、うん、ギャラクシーですラベンダー、レモン、何だっけ、フロマージュ、これが何だ、マカロンと失敗したラテアートでいただきますお気に召していただけました。あ、うまいうまい。あ、家でこれ飲めんのいいねでしょやべ、俺変な世界に足踏み込んだ気がしてきたいや、確かにもともと買う専門だったんだけど、うん、まあ、コーヒーはね、うん、やっぱ家にいるから飲むじゃん。飲む。当初は眠気覚ましだったけど、なんかこんだけコーヒー好きな人が周りにいるとさ、うん、やりたくなってくるもんね。うまいし、確かにこのホワホワしたミルクがあるとちょっと感じ変わるね。そう、全くそれ入れても美味しいんだけど、だからラテアートとかじゃなくて、うんうん、そのままコールドミルクバーって乗せちゃうのも俺は嫌いじゃないんだよ。なるほどね。いつも面倒くさいからそうしちゃってる。なんかあのコンビニで売ってるコーヒーとかだとさ、あんまりそのミルクの状態とかってコントロールできてんのかね。いや、できてないよ。だよね、なんかもっともさもさしてるイメージあるもんね。さすがにここまではできない。ここまでは、あ、これはね、すごい。いや、ちょっとラテアートは笑ったけど、味は間違いない。味はいいね、うん、でもこれさ、さっき焙煎してもらった豆だからうまいってのもあるでしょ。もちろん、もちろんそれもやっぱりコーヒーの美味しさで、ブレンドとかは結構やっぱりエスプレッソってこういうラテアは合うね。あの、ストレートより個人的には牛乳の種類とかもあんのかな。うん、多少あの乳脂肪分が高いとかやっぱりあるみたいだけど、標準のにしたけど、とりあえずいいと思う、うん、まあいいと思うんだよ。あ、超うめえな。え、嘘だろ
感動してしまいました。やべえやべえやべえ。いや俺もやっぱ自分で最初作った時、あっうまいなって。いやこれはうまいわ。そうこれいいね、料理するとやっぱり量りいるね。量りで大体55度ぐらい。なるほどね。でオンにしないと今度逆にまずくなって分離しちゃうの、ミルクが。あそういうこと、うん、熱しすぎるとさ、チンすると変な膜とかできるじゃん、うんうんうん、脂肪分が分離しちゃって美味しくなくなるんだよね。なるほどね。そうそうそう。